こんにちは、動画ファンの成田です。今回は YouTube に動画をアップロードした後、視聴回数が伸びないなという時にチェックしていただきたい5つの項目、そしてその変更方法をご紹介いたします。YouTube に動画をアップロードしてだいたい3ヶ月ほど経った頃、あまりこの動画視聴回数増えてないなぁと悩んでしまうこともあるのではないでしょうか。そのような時、これからお話しする5つの項目をチェックすることで視聴回数ぐんとアップさせることができるようになるかもしれません。そこで今回は長尺動画になるんですけれども、動画をアップロードした後にチェックするべき5つの項目、そしてその5つの項目の変更方法をご紹介してまいります。ではまず、動画アップロードしてあまり視聴回数が伸びてないなという動画、チェックするべき5つの項目なんですけれども、まず1つ目はタイトルです。タイトルは動画にとってとってもとても大事なものになりますので、動画の内容のキーワードを必ず入れて、そしてきちんとタイトルをつけるようにいたしましょう。そして2つ目が説明文です。説明文もその動画を表す説明を必ず文章で入力するようにしてください。そしてこの説明文の中にもキーワードはきちんと織り込んで文章を入力するようにいたしましょう。また説明文には関連する動画や関連するリンクを貼り付けることもできるようになっておりますので、リンクなどがあればぜひ貼り付けてみてください。またハッシュタグも説明文には入力することができるようになっております。ぜひハッシュタグも入れてみましょう。さて、このタイトルや説明文とても重要なんですけれども、なぜ重要かと言いますと、そもそも YouTube がその動画どんな動画かなと判断するのがこのタイトルや説明文といったメタデータで判断をしているからなんです。 YouTube に発見してもらわない限りには視聴者さんにその動画届けることはできませんので、まずは YouTube に発見してもらうためにもタイトルや説明文はきちんと書いてください。そして3つ目がサムネイルになります。サムネイルは雑誌でいうところの表紙になります。素敵な表紙の雑誌をコンビニなどで見るとついつい買ってしまいたくなることはありますよね。こんな感じで魅力的なサムネイル、ついつい動画の中身が見たくなってしまうようなサムネイルを設定しましょう。 YouTube では動画をアップロードするとき、その動画のあるシーン3つぐらいから選択することもできるようになっているんですが、それではサムネイルとしてはとても弱いです。なのでサムネイルはきちんと作成をしてカスタムサムネイルを設定するようにしてください。またカスタムサムネイル設定しているんだけれども、あまり視聴回数伸びてないな、クリックされていないなという時にはサムネイルを変更してみるというのも一つの手段と言えます。そして4つ目はタグになります。タグは YouTube も公式にそれほど重要ではないと言っているので、それほど神経質に必ず書かなければいけないというものではありません。タグを気にするぐらいだったらば、タイトルや説明文、サムネイルをきちんと作っていただく方がよろしいんですけれども、例えば YouTube と一言に言ってもアルファベットで記載したり、カタカナで記載したりと、いろいろな記載方法があります。例えばタイトルや説明文にアルファベットで YouTube と記載した場合、カタカナの YouTube というキーワードを認識してもらうためにも、タグにカタカナの YouTube と入力しておくことは効果的と言えます。そして最後、5つ目です。5つ目は再生リストです。いろんなジャンル、いろんなカテゴリーの動画がチャンネルの中にごちゃっとあるよりは、カテゴリーごと、シリーズごと、ジャンルごとに再生リストで区切られたチャンネルになっていると、視聴者さんはとても見やすいですよね。またシリーズ化されて再生リストになっていると、次はどうなっているんだろう、その次はどうなっているんだろうと、次々と動画を視聴してもらえるというメリットもあります。再生リストも絶対ではありませんが、視聴者さんに見やすいチャンネル作りとしてはこの再生リスト設定することをおすすめいたします。このように YouTube に動画をアップロードした後に視聴回数あまり伸びていないなという時は、これが5つ
5つの項目をチェックしてみてください。そして修正が必要だなと感じた場合はぜひ修正をしてみましょう。ではここからはこれらの項目、スマホから修正する方法について解説をしてまいります。私動画ファン成田が監修する4週間と短期間で動画編集スキルが身につく動画編集オンラインスクールのお知らせです。初心者さんでも使いやすいと評判の動画編集ソフトフィモーラを使って専属コーチがマンツーマンでサポートしてくれるオンラインスクールとなっています。この動画編集スクールに関するオンライン無料説明会を開催中。動画編集に興味のある方はぜひ概要欄のリンクからお気軽にお申し込みください。それでは今回は iPhone で解説をしてまいりますが、 Android でもやり方は同じになります。また解説ページでは Android の画像で解説をしております。 Android ご利用の方は解説ページも参考にしてみてください。それでは実際に変更を行っていきます。まずは YouTube アプリを起動してください。 YouTube 起動いたしましたら画面右下のライブラリをタップします。そうするとこのような表示が出てまいりますので、こちら作成した動画という項目があります。こちらをタップしてください。そうするとこれまでご自分が投稿した動画がこのように一覧でずらずらずらっと表示されますので、この中から対象の動画選択をしていくんですけれども、ここで上のところですね、動画とかショートとかあとライブというふうにカテゴリー分けされております。こちらでカテゴリー分けして表示させると見つけやすいかなと思います。はい、それでは今回はこちらの朗読シリーズ、以前ポッドキャストの解説とともにいくつかちょっと朗読シリーズという動画を作成したんですけれども、その時のこちらの芥川龍之介の雲の糸の動画ですね、この動画を編集していきたいと思います。ではこのように一覧の中から対象の動画見つけましたら、その動画のサムネイルやタイトル部分はタップしないでください。サムネイル部分タップしてしまうといつも通りこのように動画が再生されてしまいますので、そうではなくてこの動画の右端、縦の点点点があります。こちらをタップしてください。そうするとこのようにメニューが表示されますので、この中から真ん中の編集もしくはスタジオで詳細設定を編集、どちらかを選択してください。でこの編集もスタジオで詳細設定を編集もどちらも概ね同じことができるんですけれども、下のスタジオで詳細設定を編集、こちらをタップすると YT スタジオアプリが起動してそちらで編集を行うようになります。今回はこちらの編集で行っていきたいと思いますので、編集をタップします。そうするとこのような表示が出てまいりました。では一つずつ見てまいりましょう。まずタイトルです。タイトル、今朗読シリーズ第2弾芥川龍之介雲の糸というタイトルになっているんですけれども、ここにポッドキャストとかお話の読み聞かせといったキーワードを入れていきたいと思いますので、ポッドキャストと入れて、そして読み聞かせというふうにキーワード追加をいたしました。タイトルは直接タップをすれば入力ができるようになっております。では続いて説明文です。説明文はこの説明というところ、こちらをタップすると詳細な説明文の入力画面が出てまいりますので、この中に何かリンクなどがあればリンクを記載したりとか、あとハッシュタグもここで入力できますので、ぜひハッシュタグも入れてみてください。ではですね、例えばポッドキャストなのでこんな風に音声だけでもお楽しみいただけますという一文付け足してみました。タイトルや説明文、編集変更するときにはキーワードをよく吟味して入れるようにしてみてください。説明文編集が完了いたしましたら、画面左上のこちらの戻る矢印ですね、こちらをタップして前の画面に戻ってください。では画面ちょっと上に戻して、続いてサムネイルになります。サムネイル、今表示されているサムネイルの左上にこのような画像アイコンがあります。こちらをタップしてください。そうするとこのようにサムネイルの編集画面が表示されます。そしてこのように3つほど動画の中からワンシーンが3つほど表示されているんですけれども、この3つを選択するのは基本的に NG です。カスタムサムネイルをぜひ設定してください。ではカスタムサムネイルをタップしてください。そうするとこのようにスマホの中の画像一覧が表示されますので、あらかじめサムネイル
作成をしておいて、スマホに保存をしておきましょう。そして対象のカスタムサムネイルを選択すると、このようにサムネイル変更することができますので、変更が完了いたしましたら画面右上の選択、こちらをタップしてください。そうするとサムネイルがこのように変更できました。では画面下へスクロールして、続いてタグになります。今タグが私のチャンネル名とチャンネル URL しか入っておりませんので、それではですね、タグ追加していきたいと思うのですが、このタグを追加というところ、こちらをタップしてください。そうするとこのようにタグを追加することができるようになります。では例えばポッドキャストというタグを追加しましょうか。そして開業をタップすると、このように一つずつキーワード入力することができます。ではもう一つ朗読と入れてみます。開業をタップして確定すると、このようにタグを入れることができました。なおタグにつきましては、あまり入れすぎてしまうと逆効果となります。あまり入れすぎずに、そうですね、だいたい5つぐらいを目安に入れるようにしてみてください。では続いて再生リストです。タグの上に再生リストに追加という項目があります。プラスボタンをタップすると、これまで作成した再生リストが一覧でこのように表示されますので、このポッドキャスト朗読シリーズという再生リスト用意してありますので、こちらを選択して完了をタップすると、このように再生リストに登録することができました。なお再生リストの作成方法につきましては、以前解説をしております。概要欄にリンクご用意しておりますので、こちらを参考に再生リスト作成を行ってみてください。ではタイトル、説明文、そしてサムネイルも変更いたしましたし、タグや再生リストの設定も行いました。これで編集変更が完了いたしましたら、ここで忘れずに画面右上の保存、こちらをタップしてください。保存をしませんと、今設定した内容反映されませんので、保存をして、そして今変更保存しましたと出てまいりましたけれども、これで設定した内容保存できました。これで変更が完了となります。このように動画の一覧見てみると、サムネイルも変更されておりますし、また動画開いてみますと、タイトルも新しくなっておりますし、説明文も変更がされております。このようにスマホからでもタイトルや説明文、またサムネイルやタグ、再生リストを変更設定することができるようになっております。視聴回数あまり伸びていないなという動画がありましたら、これらの項目を見直して、そしてすぐ変更修正を行ってみてください。そしてまた3ヶ月ぐらいぜひ様子を見てみてくださいね。それでは次回はショート動画の修正についてお話をいたします。次回もお楽しみに。では今回の動画お役に立ちましたら、高評価またコメントいただくととても嬉しいです。そしてチャンネル登録がまだの方、ぜひこの機会にチャンネル登録お願いいたします。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立った、参考になりましたら、高評価ボタンを押していただくと嬉しいです。またコメント欄にてご質問も受け付けております。お気軽にご質問ください。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしております。皆様のチャンネル登録お待ちしております。